皆さんこんにちは、大谷亮平です。いや、期待以上にすごい楽しいものを見させてもらったんですけど、とにかく一体感っていうんですかね、臨場感あふれる素敵なステージだったんで、いや本当に自分もその中の一つになれた感じで、すごい楽しかったです。すごくワクワクした感じで、はい、見てました。ワイヤーアクションが今日何回かあったと思うんですけど、僕もちょっと個人的に何度か簡単なやつをやったことがあって、はい、だからどれほどこれが大変なことなのかっていうのをすごい思いながら、やりたいなと思いながら見てました。バランスを保つのがすごく大変だと思うんで、実際に演者の方と前ちょっとお話しすることがあって、相当トレーニングを積んで、やっぱりね、ライブランで失敗ができないんで、すごい練習を重ねて今日本番を迎えられたっていうのを聞いてて、すごいさすがだなと思いましたね。フエルサブルータはとは、一体感あふれるエンターテインメントです。本当に楽しいショーなんで、ぜひ見てください。